3.30J1 第5節浦和2-1福岡埼玉1点ビハインドからの逆転勝利を最終ラインから演出した G 大阪から今季浦和レッズに完全移籍で加入した DF 佐藤陽大がミニ CB からの縦パスで見せた写真マジで美人可愛すぎてカード出る現地観戦した女子アナに称賛集まるまずは後半20分 DF マリウス・ホイブラーテンの横パスを受けた佐藤は右の高い位置を取っていた DF 坂井宏樹にコースも速度も完璧な斜めパスを供給楽々と足元に収めた酒井がこれまた完璧なクロスをファーサイドに送り MF 渡辺龍馬が決めた1対1に追いついて攻勢に拍車がかかると後半24分 またしても佐藤が巧みなワンタッチから左インサイドハーフの岩尾剣へ玉足の長い縦パスを供給。岩尾のサイドチェンジを受けた FW 前田直樹のシュートが相手のハンドを誘い、獲得した TK を FW チアゴサンタナが決めて2 1とした。相手の陣形がしっかり整っていなかった。瞬間にパッと見えたのは良かったし、しっかりと強いパスを入れられて良かった。笑顔が弾けた。 東京都出身の佐藤だが、浦和サポーターである父に連れられてスタジアムに通ううちに自身も浦和ファンになった。移籍が決まって心が湧き立つのは自然なことだった。3月3日に埼玉スタジアムで行われた第2節東京 V 戦は出番がなかったが、第3節札幌戦で DF アレクサンダー・ショルツが負傷したことで出場機会をつかみ、この日の福岡戦は2試合連続先発。 サイスタでの自身初先発だった。過去一の緊張で、プロデビュー戦よりも緊張した。攻めている時の浦和レッズのサポーターの声援は疲れを吹っ飛ばしてくれる。ぐっともう一つギアを上げられる要素だと思う。そう言いながら目を輝かせると、かつて自身もスタンドの一員だったことを思い出すように、あとはあの地鳴りみたいな、後半が始まる前の歌。歌え、浦和を愛するなら。 やってやろうという気持ちになるし、会場が揺れる感じなんですよ。スタジアムごと波が立っているような見え方になるんです、と嬉しそうに笑みを浮かべた。試合終了後はピッチで一列に並び、スタンドのファンサポーターと共に、We Are Diamond を歌った。やっとでしたが、歌えた。音程はわかっているけど、最初のところしか歌詞がわからなくて、最初とラララ。 のところは一生懸命歌った。やっぱりかっこいい、あの応援の中でプレーできたことが嬉しかった。作季 J1 最小失点の浦和 d f 陣に新たな力が誕生した。取材、分野内由美子。